中年オタッキーです。今日はね、まあ、ネタいっぱい実はあるんですよ。ネタ実はいっぱいあって、アリスターエデューの、100ので動画とか、アリスターエデューと T-MAX100 の比較か、と、リバーサルフィルムで撮影したものと、まあ、あるんですけども、ちょっとね、リバーサルフィルムのスリーブを取りに行った時に、北村さんでジャンクとか買ったりとか、ちょっと立ち寄った、また違う北村さんでジャンクを買ったりとか、いろいろ仕入れましたんで、そちらの紹介といろいろやっていく動画にしようと思います。それでは動画スタート。はい、まずはね、北村ナルト店で購入してきたものになりますね。まあ、これです。550EX、キャノンのね、ストロボなんですけどね、この 550EX って、もうご存知の方は EX って書いてあるって、現行のね、EOS にも一応使えるんですよ。TETTL が使えるんですけどね、これがね、3000何十円だったから、安値で売ってましたんで買ってきました。そもそもね、光るかどうかもチェックしてないんですけど、まあ、多分光んなかったらね、返金してもらえると思うんですよね。ジャンクという扱いではなかったので、よっ。はい、電池を入れまして。ちょっと怪しいような気もするが。はい、光りますね。ちゃんと光っております。これね、液晶漏れもないようですね。ピントが合わねえや。なんでピントが合わない？ピントが合わない。なんでピント合いましたね。液晶漏れもないようです。ちゃんと使えそうですね、これね。反射のね、バウンス、オートバウンスとかもいろいろ使えるストロボでね、横にもね、側面のバウンスも使える。結構ね、当時としては最高の、ストロボなんじゃないかな。550EX。これが3000円ほどでした。3090何円だったから、ちょっと忘れましたが。でね、もう一個はね、北村ナルト店さんはこれだけですね。で、北村藍住店、以前の動画でね、もう随分初期の動画ですけど、キャノン F1 が500円で売ってたというね、有名になったかどうかは知りませんが、藍住店でね、買ってきましたのがこれ。まずはね、これ、レンズ。これ、ソニーのね、単焦点、16mm、E マウントのレンズですね。これがね、前玉にちょっとね、変な模様っていうか傷っぽいのが入ってるんですけど、まあ、前玉にね、前玉なんで影響出ないだろうと思って買ってきました。これ2700円です。で、一応ジャンク扱いではなかったんですよ。難あり品なんで、オートフォーカスは多分動くと思います。よっ。はい、何の問題もなく動いておりますね。単焦点 16mm のね、F2.8 かな、これが2700円税込みでした。で、もう一個が、はい、これペンタックスの S2 ですね。ペンタックスの S2 でね、シャッター膜がね、光漏れしていない珍しい個体をいただいてきました。まあまあ、シャッター膜は、光漏れしてないんですけど、出てこねえ。あのね、2枚目のシャッターがね、なかなか走ってこないんですよ。よしよしよし。こんな感じでね、超スローシャッターなんですが、これね、もしかしたらテンション引っ張ったら治るかなと、思いましてね、買ってきたんです。これは1100円でした。そんなわけでね、ちょっと今からこれね、テンション引っ張ってみようと思いますね。で、ここからはね、こいつ。
個の200円で以前チャンクで購入したアルファネックス6でね、動画を撮影していこうと思います。それでは始めていきましょうか。まずはハズキルーペモドキをかけてと。これマイナスドライバーなんだな。このドライバーで開くかな。よいしょ。工具は相変わらずの100均であります。開かないな、この工具では開かないぞ。よいしょ。溝が異常に細いですね。溝が細いやつ、細いやつ。よいしょ。回りました。ネジをなくすと大パニックになるので分かりやすいところに置くぞと。いいよ。あれ、これは硬いな。うわ、回んないかも。大ピンチ。めちゃめちゃ噛みついてます。これは厳しいぞ。どうする？ああ、回らんわ。これは回らん。ここが回らないと話にならないんだがな。弱った。回らない。回りませんな。ドライバーの先が負けてしまいました。なんとか回ったようです。結構苦戦しました。てか誰がこんなにカチカチに締めたんだ。いや、まだ回ってねえか。いや、回ってる回ってる。錆びてんのか。よっ、回りました。どうなることかと思ったよ。よっしゃ。おー、回った回った回った。よかった。ん、取れねえぞ。もしかしてこの影にもおるのか。うわ、影にも2本いる。大ピンチ。もうドライバーが結構ヤバヤバです。やはり回らない。回らねえぞこれは大変だ。もうめちゃめちゃ苦戦したけど回りました。うん、そこ傷だらけ。てかね、もうどこのバカだ、こんな強烈なトルクで締め上がったの。本当にね、汗かいたんでね、今窓開けてます。もうね、ネジ山がボロボロでなかなか回りませんが、よっ、回りました。はあ、まあ、どこにでもいるんですよね。何でも強く締めりゃいいっていうバカがね。はい、出てきました。テンション調整はこれか。
なんかメモしてあるね。いろいろメモしてありますね。メモ書きがあります。でテンションを調整していきましょう。アトマックは上だよな。これロックナットを外してと。これロックナットも薄いマイナスネジか。これ回んねえぞ。あ、ゆるゆるになっちゃった。やりにくいなこれ。これは困った。巻き上げのロックが外れなくなった。なぜだ？ちょっと調べます。結局ね、テンションをかけましたが、このこっち側がね、先巻く用で、こっち側が後巻く用のテンション調整みたいです。で、ちゃんとシャッター切れるようにはなりました。やっぱテンションを引っ張ったらね、シャッター切れるようになったようです。でもね、1000分の1が開いてないんですね。半分しか開いてない。500分の1は。500分の1も開いてない。250分の1になったら、後膜の方がこれ早いんだな。後膜の方が早いということは、先膜のテンションをもうちょっとかけてやろう。250は開いたな。500も開いた。いや、開かないときある。終わったかも。リボン切れたかも。リボンが切れました。終わったー。くそー、こんな感じです。なんかね、途中で引っかかって止まりました。ちょっと緩めてみようか。もうでも多分ダメだな。多分ダメだと思います。あー、やっぱり、あー
切れたリボンが出てきてしまいました。おしまい。はい、残念。やっぱね、ペンタックス S2 ぐらい古いね、カメラになると思ったら、シャッター幕がボロボロになってるんですね。で、今回はテンション調整をしようとして復活させようと思いましたが、リボンが切れてしまいました。まあ、そんなわけでね、今日の動画はこんな感じ。はい、バッテリーが上がってしまいました。これね、いろんなバッテリー持ってるんですけど、どうも入れたバッテリーがたまたま劣化が激しいものだったようで、あっという間にバッテリーが上がっちゃいました。今ちょっとバッテリー違うやつ入れてね、充電してるんですけどね。まあ今後こいつでもね、動画が撮れるようになっちゃいましたね、これね。ただ16ミリということで、ちょっと広いんだな。まあ、キャノンはね、20ミリ、EOS M、EOS M マウントか。で、20ミリ、こちらは単焦点16ミリで、まあ、パンフォーカスで撮るにはいいんでしょうけどね、16ミリもね、16ミリの F2.8 ということで、まあ、NEX6 にね、オートフォーカスのね、この E マウントのレンズ持ってなかったんでね、ちょうどいい感じで安く買えてよかったと思ってます。はい、で、今日は作品投稿のコーナーですね。よっと、北野隆さんがトップバッターになりますね。こんばんは、昨日、括弧1月25日はライブお疲れ様でした。作品2枚投稿します。1枚目は凛と立つ、オリンパス 35DC カラープラス200。2枚目が寒空の自販機、フラッシュフジカ AF フジカラースーパー400。期限切れ。1枚目は初詣にいた時に撮りました。雪が降った後で下から見上げる感じで撮りました。いろんな角度から撮ってお気に入りの1枚。2枚目はジャンクで購入したフラッシュフジカの死者の1枚。前回の E3 と同じ期限切りフィルム、良い写りでしたが、6枚ほど、レンズカバーしたままシャッター切ってしまい、もったいないことをしましたけど、まあ、レンジファインダーカメラあるあるなんですけど、作品なんですけど、1枚目。かなりいい感じで写ってるんですが、左の方にちょっとね、これゴーストですね。多分ゴーストが出て、どんな感じの光になったのか非常に不思議に思いますね。写りは非常にシャープでいいと思います。で、2枚目の方はね、光は特にないんですが、これほんのりアンダーです。ほんのちょっとアンダーではありますが、フラッシュフジカのね、発色、レンズの発色の良さがね、よく出てると思いますね。これ期限切れフィルムで撮ったとは思えないですね。まあ、期限切れの影響もね、粒子が荒れてるのはちょっと出てるのかもしれません。北野隆さん、ありがとうございます。次はガメラさんの投稿1枚ですね。おたきさん、こんにちは。視聴者の作品投稿します。タイトルはステーション。撮影機材、富士カルディアジョイ、使用フィルムコダックゴールド200。駅中の無機質な情景ですが、フィルムとレンズの効果なのか、ほんのり柔らかな感じである。が、発色はしっかりした写りになり、なかなかお気に入りの一枚になりましたということですね。で、作品なんですけど、ね、確かにね、解像度はそこまで高くなく、コントラスト低め。まあ、柔らかい調子になっていますね。光のね、出ている看板がね、ボワッとなっているところが非常に印象的ですね。人々のね、喧騒を映し出す日常スナップの一枚になっておりますね。はい、ガメさん、ありがとうございます。次はね、花子さんの投稿ですね。これ、今回は、2枚ですね。小田木さん、こんにちは、花子です。今回は2枚投稿させていただきます。ニコン F4 に AF ニッコール7300 F4 から 5.6D、コダックゴールド200を入れて撮っていたのですが、他のカメラでも撮っていて、撮り終えるのに2ヶ月かかっちゃいました。なので1枚目は紅葉の時期の写真です。タイトルは誰もいない家に今年も秋は来る。寂しそうな家と裏山の鮮やかさが印象的でバッチリ。2枚目のタイトル、哀愁カメラマン。夕日を撮りに行った時、先約でカメラを構えてたおじさまが夕日に照らされて哀愁漂う背中がかっこよかったので、ついシャッターを切ってしまいました。今は初の自家現像に挑戦しようとオリンパス CAF にアクロス2を入れて撮ってます。無事現像が成功したらまた投稿します。それでは、お体気をつけてお仕事と動画の作り頑張ってくださいということですね。ありがとうございます。で、作品なんですけど、1枚目はね、ちょっとほんわかした紅葉のね、写真になっています。ちょっと
と光はないんですけどね、手前に建物を入れてね、紅葉の風景を撮るという手法、私非常に好きですね。ススキもたくさん入っておりますね。これもうちょっとね、ススキを手前に入れ込んでも面白かったかもしれませんが、場所が場所だったのかな。で、2枚目なんですが、2枚目かなりいい作品になっております。哀愁漂うね、カメラマンの背中が非常にいいですね。構図も素晴らしくなっておりまして、湖面の反射もね、なかなかいいバランスで、センスの良さが伺える一枚になっております。花子さん、ありがとうございます。次がね、龍介さんの作品ですね。はい、中年オタッキーさん、こんにちは。今年初の作品投稿です。作品はフィルム写真2枚です。1枚目は以前、江ノ島で撮影したものです。カメラはニコン S3 リミテッド。リミテッドエディション。レンズはダブルニッコール 28mmF3.5 フィルムロムグラフィー CN800 です。2枚目は近所の猫を撮影したものです。カメラニコン FI レベル、レンズはオートニッコール 50mmF1.4 フィルムはロムグラフィー CN800 です。未だ新型ウイルスの影響が続き、気が病みそうになるので、オタッキーさんのフィルムカメラの紹介の動画を見ていつも癒されています。今年も動画投稿頑張ってください。これからも応援していますということで、ありがとうございます。で、ね、1枚目からいきますがね、これは素晴らしい写真ですね。タイトル画面行きましょうか。ダブルニッコールのね、28mm の広がりを生かしたね、写真になっておりまして、光、構図、もう素晴らしいシャッターチャンス、全部いいと思いますね。で、2枚目はね、猫ちゃんの写真になっております。これもね、ジャスピンで猫にピントが合っておりまして、背景比較的ボケている、結構絞り開け気味に撮ったと思うんですが、見事な写真になっておりますね。動きもんだけにね、難しいんですけどね。はい、作品投稿ありがとうございます。あと1名ですね、鶴尾さんかな。作品投稿させていただきます。2枚組写真でお願いします。タイトル幻想世界。カメラニコン D700、 レンズ AIF マイクロニッコール 105mmF2.8D F8 で撮ってます。高校最後のコンテストで出展した写真です。デジタルですが編集ソフトで合成はせず、撮影した現地で多重録を一発撮りをしています。よろしくお願いします。1枚目多重録音ね。2枚目は普通、あ、これも2枚目もね、多重録音ですね。で、作品なんですけどもね、これは面白い、多重録音ですね。一つの被写体をね、多重録音することによって動きを出しているというか、ちょっと不思議感を出している感じですね。天気は曇りということもね、またその不思議感にね、拍車をかけています。これ2枚目の方なんですけど、2枚目はね、これ30ぐらいの多重録音になるかな。あ、自転車に座っている人と、風景を多重録音してるんですね。2枚目の方も非常に面白い写真になってますね。こう多重録音、長いことやってなかったですけど、ちょっとやってみようかなっていう気になる写真になってます。はい、投稿ありがとうございます。作品投稿のコーナーはここまで。ここからは俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー。俺のカメラ、今日はガメラさんの投稿ですね。オタッキーさん、こんにちは。今日も俺のカメラに投稿します。今ハマっているお気に入りのカメラたちです。ニコン F4S はなんとカメラの北村ジャンクで500円でした。レンズも500円だったので超お買い得。F4S はお決まりのプレビュー泣きの自動絞り不良でしたが、注意で復活。レンズもカビのみで分解清掃で使い物になりました。本命はチノン 35FMA。インフラフォーカスの実用動作品です。なかなかレアでしょということなんですけどもね、また来ましたよ。ニコンフラッグシップカメラが500円。プレビュー泣きってね、注意で治るんですね。今度プレビュー泣きの F を買ってみようかなって感じですけど、それもそうですけど、チノンもいいですね。これチノンはね、なかなかないんですね。動くやつがなくて、僕も何度もチャレンジしてるんですけど、未だに動くことに当たってません。羨ましい限りですね。ガメラさん、ありがとうございます。最近 F4 流行ってますね。誰のせい？もうええっちゅうね。そんなわけでね、今日の動画終わっていきます。いかがだったでしょうか。ね、オタッキーのね、動画が英語字幕付きになってね、リリースされております。ね、説明文の方にね、リンクを貼っておきますのでね、まだね、チャンネル登録されてない方は、ぜひチャンネル登録お願いしますね。フィルム写真がね、もうどんどん終わっていってるんで、で、私は日本
本人向けに、フィルム写真のね、普及をしてるんですけども、私の動画をね、海外でも見る人が増えれば、もしかしたらね、フィルム写真をやる人が出るかもしれないということで、字幕付きをね、作成お願いしまして、今始まったところです。で、私のチャンネルとは別チャンネルになりますんで、ぜひチャンネル登録してくださいね。で、チャンネル登録者が増えたり、高評価が増えたり、コメントが増えたりすると、動画のランクが上がっていって、シェアする確率が上がっていきます。そんなわけで皆様の協力が必要になっております。ぜひともよろしくお願いします。はい、今日の動画はこんな感じで終わっていきます。いかがだったでしょうか。次の動画はね、多分 TMAX100 と、アリスタエディュ100の取り比べの動画になっていくと思います。まあ、どんな感じで違うの？まあ、レンズとかカメラも違ってくるんでね、あくまで参考程度の動画になるとは思いますが、乞うご期待ということですね。はい、今日の動画はここまで。また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう、さようなら。